ナイアガラ川をまたぐワールプール橋を行くメイプルリーフ号メイプルリーフはアムトラックとビア鉄道によりニューヨーク市のペンステーションから帝国回廊経由でカナダのトロントまで運行される国際列車である上下線とも毎日運行であり544マイルの道のりを途中の税関入国審査を含めておよそ12時間で走破する 車両はもっぱらアムトラックのものが使用されるが、カナダ国内はビア鉄道の職員により運行される。列車の運行は1981年に開始された。ハドソン川とエリー運河に沿って運行されるメープルリーフ号の運行は1981年4月26日に開始された。このメープルリーフ号はアムトラックとビア鉄道にとって初めての共同運行列車かつ、 直近10年間で初のニューヨークとトロントを結ぶ列車となった。この新しい列車にはアムトラックのアムフリートが投入され、食堂車も連結された。1982年の編成は荷物車、座席車2両、軽食堂車からなり、税関検査には30分から2時間を要した。アメリカ国内はアムトラックの乗務員が列車を運行し、カナダ国内では ビア鉄道の乗務員が運行にあたる。この乗務員交代はメイプルリーフ号の牽引機の GE ジェネシスへの置き換えが遅れる要因となりアムトラックでは置き換えが行われた最終グループの列車となった。カナダビア鉄道の乗務員がこの機種に詳しくなかったためである。メイプルリーフ号はビア鉄道が GE ジェネシスを導入する2002年まで エンド F40PH 型ディーゼル機関車により運行された。メイプルリーフ号はニューヨークのアムトラック列車のうち主に州からの援助を受けて運行されている4つの列車のうちの1つである。他にアディロンダック、エンパイアサービス、イーサンアレンエクスプレスがある。これらの列車は連邦政府の補助よりもニューヨーク州交通局によるところが大きい。 メイプルリーフ号の路線図トロントユニオン駅のメイプルリーフ号についての案内表示米国内についてはメイプルリーフ号の運行経路はエンパイアサービス号と同じである。1991年までメイプルリーフ号は現在のニューヨークペンステーションではなくニューヨークのグランドセントラル駅から発着していた。カナダ国内ではゴートランジットのレークショアウェスト線と同じ経路を走行する。 イ 40PH とアムフリートで運転されていた時代のメープルリーフ号現在のメープルリーフ号メープルリーフ号は通年アムトラックの P42DC 型または P32ACDM 型機関車とアムフリート I2 型客車により運行される典型的な編成は以下の通りであるニューヨークペンステーションではディーゼル機関車の運行が禁止されているため オルバニーニューヨーク間では、第3機上方式に対応した P32AC、DM 型機関車が用いられる。通常は、オルバニーで P42DC 型への付け替えが行われるが、時々、P32ACDM 型のまま、トロントまで運行されることもある。クリスマスの買い物シーズンには、輸送需要を賄うためにアムフリート2客車が、編成に一両増結される。 ありがとうございます。